はい、イズロです。今日は、まあ、納屋をちょっと本格的にやっていかないと、まあ、ここ部屋が片付かないということなんで、まあ、ちょっと納屋を攻略していきましょうか。ってなわけで、はい、一応あっちへ回ります。はーい、まあもうこの扉もなんか立て付けが合わなくなってきたからちょっと変えなくちゃいけませんね。でまあ昨日買ってきておいた業務用のセメントですね、まあ、一応コンクリにするのもモルタルにするのもだるいんで、とりあえず地面から水が上がってこないようにだけする感じで、まあ、モルタルだけ地面に塗ります。でそれとあとはちょっと荷物出しますね。全部、はい、どうもイゾログです。ですね、まあ、今回はまあそうだな、動画はですね、まあ納屋を自分のですね、DIY の工具部屋というか作業部屋ですね、工具とかあとは、まあ、必要なもの、車の手入れをする用品とか、まあ、いろんな道具を収めるために、まあ、今整理してますね。まあ、結論から言えばもう今オープンしてるんで、内覧とかご希望の方はですね、ツイッターもしくは、Google マップのビジネスプロフィールから、コンタクトをください。でですね、まあ、これはですね、砂利をひたすら、運んで、砂利をひたすら、敷き詰めてですね、これモルタルをこれから練るんですけれども、まあまあ、片付かんすよね。まあ、とにかく物を出して出して出しまくって、あれですね、まず作業スペースを確保することなんですよ。でやっぱりこの中途半端なあのスペースしかないんで、まあ田舎ならではの物件、ですね。でそもそもここの物件自体が戸建てとして最初からあったわけではなく、そもそも隣にね、あの製材所があるんですけど、製材所の東屋というか休憩所、事務所かなとして建てられて、それを増築して前の売り主が何だっけ、事業譲渡したっつってたかな、まあそこら辺が分かんないですけど、まあその時に自分の家としてこの区画を切り取って戸建てにしたっていう、ものすごい中途半端っていうか複雑な背景があるんですよね。でこういうところは今苦労してますよね。はいはい、ですね、まあ一応ここら辺でネックなのが、まあ、ここらですかね。あいた、なので、ここの地面のレベルを、まあ、ここの地面のレベルを、まあ、やりたいわけですよ。平らに、それにしたいので、まあ、一応、ここら辺、まあ、面倒くさいんで。じゃあ、あと砂利をばらまいていきます。で、あとは、ここかな。ここはちょっとな、水がまだ入ってくるんで、まあ、大体この、構造材ですね。ここを埋めるくらいまでは、ちょっとセメントをばーって巻いちゃいますね。で、まあ、まず、あれだな。まず石をバーって巻いちゃおうか。はい、まあ、とにかくですね、石ころがないので採石とかケチってですね、あのブロック塀ぶっ壊したやつをどかどか入れてます。はい、まあ、あとは薄い下地ができればいいんで、まあ、要はここから水が入ってこなければ、まあ、何も問題がないんですよ。特にここなので、あとはちょっとモルタルを薄く水いっぱい目で出して、それをちょっとぶっかけてみようと思います。はい、でこれはですね、普通にセメントですね。もう砂も砂利も混ぜてないセメントになります。まあこれをあそこのね、ちょっと水が湧いてきそうなところに水を多めでとろっと流し込みます。
まあ、別にセメントとか地面にしなくていいん で、まあ、日が経ってそこが砕けてあのパラパラってなっちゃっても、まあ、それが砂利になり、まあ、なんだろう、グライドの上のね、あの湿った地面から水をあげてこなければいいんで、まあ、とにかく、まあ、ここですね、ここの溝に詰め物して水を入ってこなくするみたいな感じですね。もうそろそろ雨が来るんで、まあとにかくですね、これ水が上がってきちゃうんですよね。これ砂利を敷き詰めてなお水がちょっとあの入っては来るんですよ。まあなんでしょうね、この納屋の下をですね、モルタルで、囲う、水が入ってくるところにですね、無理くりモルタルを詰めることで、上がってくる水を抑えることには成功しています。で、まあ極論言えばですね、汚水管のあの蓋があるんですけど、あの蓋ギリギリまであの砂利じゃなくてですね、あの生コンでです、生コン打って、もう本当に水が上がってこれないようにするのがベストなんでしょうけれども、うん、でもまあ今の段階でですわね、ですと、まあまだまだ、自分にもやりたいことというか、この物件を使ってやってみたいことっていうのはいろいろあるので、まあ一応今は汚水管ががっつり出ちゃってるんで、まあ、どういう施工をしたのかがよくわかんないですね。あの汚水管は土で埋めてはあるんですけれども、まあもともとはこう田んぼなんで、まあ水はけが悪くていつもあのぐじゅぐじゅしてるんですよね。で、暗渠パイプで、土壌の水を出すっていうことも実はできなくて、そもそも暗渠パイプを入れるんであればそれなりの勾配が必要なんです。で、そして勾配をつけた先にですね、あのちゃんと水が流れるような水路が必要です。でもそれらがなく、僕の建てる家が一番低い土地のまんまなので、まあ10年とか、まあ家が倒壊したとかじゃない限りは、まあドマコン打つのやめようかなって感じですね。で、まあ一応セルフビルディングっていうのもちょっとやってみたいので、まあ10年、まあ近いうちじゃないですけどね、家解体するってしんどいんで、まあ近いうち10年後とかね、まあまだまだ先の話ですから、その時になったらちょっと解体した時にですね、地面のレベルをちゃんと合わせてから、なんとかね、自分の家を自分で建てるっていうことをこの土地にしてみたいですね。で、まあ、まあ、何せ今自分のもんなんで、やりたい放題やろうかなとは思ってます。で、このセメントじゃないか、モルタルですね。ちょコンクリにするのかモルタルにするのかで迷った挙句、ケチって、モルタルのみの強度が弱いねやつですねにしてます。で、なんでかって言ったら、まあ、そこまであの強度求めないんですよ。強度よりかはモルタルで上がってくる水を、まあその砂利の面ですね、今僕がいる作業場の面に出てこないようにするっていうだけなので、まあ、セメントとかを生コンにする必要はないかなって思いました。砂利とか高いんで、あと砂利とは砂か、砂も高いんですよね。だからまあこれはもう一時的な場所というか作業場になればいいんで、そこまでのこうクオリティはを求めてはいかないです。で、そもそも話、あの今モルタルで固めているところはコンパネが下にあるんですよね。で、このコンパネも剥がして、でですね、このコンパネの下の部分から砂利と土と砕石ですかね、多分あのそれを埋めやった方が良かったんですけど、いかんせんこれはなんて言うんですかね、僕の家の隣が、ソーラーパネルで、で僕の家とソーラーパネルの土地の間に U 字工の排水溝みたいじゃないか、水田に水を引き入れるなんかね、水路みたいな、水路なのか側溝なのか分かんない溝があって、そこが水溜まっちゃうんですよ。で、その溜まった水がなかなかいい傘になってくると、実はこの納屋のところにガッチリ流れ込んできます。
でこの納屋の中に来るとその水が引くときに納屋の土をがっつり水あのその何だろう水路の方に持ってくんですよ。その関係で、カメラですね、カメラの奥ですね、奥の方に向かって、傾斜ができてますね。なんで水路に向かって水が浸食されている感じなんで、これまたどうしたものかということで悩んだ挙句、ちょっと下の方ですね、水が入ってくるであろうところまではセメントと砂利で固めて、水が入ってこないよう極力ですよね、極力水が入ってこないようにした上で、その表面に水がバチャバチャ入ってこないように、砂利を敷いて踏んで固めて締めて、その表面をモルタルで、水が入ってこないようにしたっていう感じなので、まあ雨の量によってはちょっと砂利が湿ってくるんですよね。まあしょうがないかなっていう感じです。でも劇的に改善はしたというのは事実ですね。はい、まあ午前中で終わりましたね。いやー、まあこのやっつけ感がすごいので、まあ、とりあえず砂利を敷いて砂利だけで平らにしてみます。であとここのコンクリートブロックに関しては、このセメント乾いたらあれだね、グラインダーとか、まあグラインダーかな、グラインダーで切れ目入れてポンカーして叩くのが一番早いかな。で砕いてそれも砂利にしてっていう感じでやると思います。で、まあ、一応これが乾くまではもう作業できないので、まあ、一応中に物を入れて今日午前中は終わりで、またあとは中を片付けます。であとはちょっと収納を考えなくちゃいけない時期に来たんで、まあ、その収納を考えつつ、まあそこにはちょっと棚を置きますね。棚を置きますんで、まあそれでやりますわ。置ける棚をちょっと測って持っていこうかなと思います。であと最悪、まあ、この棚は壊そうかなって感じですね。棚でね邪魔になるというのであればな感じですね。はい、ですね、まあ、3年かけて約300万ですかね。まあ60万で買って、まあ、400万かかったんで、次、2軒目出すときは、まあ、400万の家だったり3桁の家買えっていう感じですね。でまあここまでリフォームしてかなりできることが広がったんですよね。とにかく勢いでしたよね。もう勢いでシェアトンゼコンビとか僕も昔いたんですけど、やっぱりシェアハウスオーナーとして肩並べてお話がしたいっていう自己顕示欲から買った家です。でそして外ごもりプレイスもようやく、まあ、ハード面は仕上がってはきたので、内覧とか、お待ちしています。ではでは。